オイミャコンの一応イミャコンの月別平均気温と平均降水量を1月の平均気温は低、摂氏50.0度まで下がる。年平均降水量は198ミ、mm、リメートルに、過ぎないオイミャコンは、ロシアサハ共和国の北東のオイミャコン地区のインディギルカ、川の約2キロメートルにし、北極圏のわずかに南に位置する村。世界で最も寒い定住地とされ、1年の半分。 以上が冬である。人口462人。標高740メートル。周囲にはインディティルカ川の純平原が広がり、川自体の流路も網の目状に迷走している。川から数キロメートル離れると、侵食が進み老年期に達した、なだらかな産地が広がる。1926年1月26日、低接市71.2度の気温が記録されたことで、 オイミアコンは北半球の環境や北の極寒の地、定住地の中で最も寒い地の一つとして知られることとなった。同時にこれは北半球の記録で最も寒い気温である。これはシベリア大地によって大気が大幅に冷却されることが大きく作用している。逆に夏の日中は気温が摂氏30度を超えることもあり、夏と冬。 昼夜の気温差が極端に大きい地でもある。7月でも、稀に、摂氏0度を下回ることがある。2010年7月28日には最高気温が、摂氏34.6度に達し、それまでの記録を塗り替えた。年平均気温は低、摂氏15.5度。2018年1月17日には、正式に氷点下65度を記録。 氷点から60度を超えている日が連続した。凍結してしまうためオイミアコンには水道がなく、かつては住民が牛や馬にタンクを引かせて近くの川まで水を汲みに行っていたが、現在では給水車が各家庭に給水を行っている。付近では魚が取れるが気温が低い時、釣った魚は外気に触れた途端に凍りつく。冬は軒並み低く、 摂氏50.0度以下になるため、細菌やウイルスによる感染症にかかることはほぼ皆無である。オイメアコンの語源は言い伝えによれば、エベイン語で、キームという意味であるが、ツングース語によれば、ヘイアムという意味であり、キームはスペルミスであった可能性が考えられる。これはこの地が永久凍土であるにもかかわらず、天然の温泉が近くに湧いているからである。 最多高雨月の降雨量が最小降雨月の降雨量の10倍に満たず DFD 機構に属する。2013年2月のオイミアコン近郊の風景。ありがとうございます。